定刻となりましたので、ただいまより第4回アジア太平洋水サミット関連イベント、水辺を生かしたにぎわいづくりシンポジウム in 熊本を開会いたします。本日はご多忙にもかかわらず、多数の方にご来場いただくとともに、ウェブ,ウェブでのご参加をいただき、誠にありがとうございます。今年4月23日から24日に、 熊本城ホールにおいてアジア太平洋地域の首脳級の方々が集まり持続可能な発展のための水実践と継承というテーマのもと水に関する諸問題について議論する第4回アジア太平洋水サミットが開催される予定です本日のシンポジウムは第4回 アジア太平洋水サミットに先立ち熊本市街地を流れる白河の水辺の有効活用をテーマに開催するものです本シンポジウムは第1部基調講演第2部パネルディスカッションの2部構成になっております第1部では熊本大学の准教授であります星野先生に白河 緑の区間の取り組みとデザインと題してご講演いただきます第二部では熊本大学の准教授であります田中先生をコーディネーター役にまた5名のパネラーをお抜きし水辺を活用したにぎわえ作りの可能性についてご議論いただきます申し遅れましたが私本日司会をさせていただきます 村上幸と申しますどうぞよろしくお願いいたしますでは第一部の基調講演に入る前に国土交通省九州地方整備局島本河川部長より開会のご挨拶をお願いいたします えただいまご紹介いただきました国土交通省九州地方整備局の河川部長島本でございます。今回のシンポジウムの開催に先立ちまして一言ご挨拶申し上げます。現在あの新型コロナウイルスの蔓延防止と重点措置期間でございますが、このようにあのご参加いただける方々とそれから。 一般のあの兆候の方々、それぞれ感染対策にご協力いただき、さらにご理解のもと無事開催できることに感謝申し上げます。え、実はあの先ほどお話ありましたように、今年の4月の23、24とこの熊本、そしてこの会場であります。熊本城ホールで。 第4回ののアアジア太平洋水サミットの国際会議が開かれます今日はその関連イベントということで、水辺を生かしたににわいづくり in 熊本ということで、シンポジウムの開催となっております。あのテーマは水辺,のににを水辺を生かしたににわいということで、非常にあの熊本にとって重要な、今後の未来をつくっていく重要なイベントだと認識しております。 アジア太平洋水サミットというのは、あのアジア太平洋諸国49カ国の首脳,の方々首脳級の方々が来て、国際会議を実施するとともに、サイドイベントが開かれて、一般の市民の方々がサイドイベントに参加して、この会議を盛り立てる形になっています。 飲料水のほとんど、ほとんどというか、もう100%なんですけど、地下水に、地下水で真っ赤になっているということで、非常に世界でも稀に見る水とともに生きている地域でございます。その結果として、水循環をうまく活用しながら、町を作っている貴重な地域ですので、この地域から世界にそういった取り組みを発信できるのは、非常に重要なことだと思っています。 近年、気候変動によってです、ね、水災害が非常に激甚化して、頻発化しているということです。これに伴う治水対策をいろんなところで始めているところでありますけれど、最近よく聞くように、避難対策、こういった一人一人の市民の方々ですね、ちゃんと避難できるってことが大事な時代で、一人一人の認識が大事でありますとともにです、ね、地域のコミュニティを大事にしていかなきゃいけないというところでございます。 一方、災害が起こらない平時は365日、ずっとこの地域に白川という川の水の流れが流れているわけで、この水の流れをしっかり生かしていくということが重要でございまして、特にこの市街地の近くに水辺を持っているっていう立地の良さというところは、非常に活用していくことが望まれると思います。 あの今日はあの星野先生の基調講演を始めてですね田中先生をコーディネーターに5名のパネラーの方をお迎えしましてのパネルディスカッションとなっていますあのこの水を生かしたににわいをどう作っていくかそしてえ今日お集まりの方々引いてはこの熊本市にお住まいの方々が白川の水目をどう生かしてにわ,にわいを高めていくかというのが この地域の未来をしっかりしたものにしていく重要なところだと思いますし、せっかく水サミットが4月に国際会議として開かれるわけでございます、そこで何らかの情報を発信をしていくことが非常に大事だと思ってますので、今日はあは非常に限られた時間ではございますけど、そういったことについて、しっかり掘り下げて、議論して、勉強していきたいと思っております。限られた時間ですけれども、よろしくお願いします。 本日は、熊本大学熊本水循環減災研究教育センターの准教授であります星野先生に、白河緑の区間の取り組みとデザインと題してご講演いただきます。講演に先立ちまして、星野先生のプロフィールをご紹介いたします。 星野先生は1996年に東京大学大学院工学系研究科社会基盤学専攻修士課程終了後2005年に同大学で博士号を取得され2006年から熊本大学大学院自然科学研究科の准教授を得て2017年より現職を務めていらっしゃいます。 それでは皆様お待たせいたしました星野先生にご講演いただきますどうぞ盛大な拍手でお迎えください星野先生よろしくお願いいたします はい、あの皆さんこんにちは熊本大学の星野と言います。えっと今日はあのまああの水サミットの関連イベントということで、あの緑の区間のお話を少しさせていただけたらなと思います。それではよろしくお願いします。えっと今表紙に出てるのがえっとちょうどこと、えー、去年ですね。去年の7月に白川芳一をやった時。 で,す、ね、であの熊本市がまた別途こうライトアップとかライトスケープキャラバンなんてイベントをやっていて、まあ、そのコラボレーションであの作ってできている風景ですけれどもまああの今日はですね今こうやって白河夜市をやられているこの場所が、まあ、どんな風にできてきたのかなんていうお話を皆さんにできればなと思います。で まあここに集まっていただいている方はその場所というところはほとんどご存知かもしれませんけれども、まあ、まさにあの熊本の真ん中ですねえ鼓、ー、橋と名護橋の間のこの区間のことを緑の区間と私たちは言っていますでここでまあ夜市をやったりとしてるんですけれどもあのー、この上の写真ですね 上の写真があの整備前の写真ですけれどもあの皆さんもご存知のように熊本はまあ森の都といってこの緑,がゆた緑の豊かさがあの町のシンボルであるわけですけれども、まあ、ここの緑の区間タイトルもそうですけれども、まあ、川沿いにずらーっとこう豊かな緑が並んでいると。 いうのが森の都の都シンた。で加えてですねその写真の左側あの川でいうと右岸っていうんですけれども鶴田公園といって、えー、鶴田さんという市民がですね1960年ぐらいかなでそこを数年かけて木を植えて緑地を作ったというところで、まあ、そういうプロセスも含めてすごくみんなに愛されてきた場所でした。 でただですねあの先ほどの話にもありましたけれども、まあ、川っていうのは災害を起こすところでもあるわけですねこれ下に写しているのがこれ白川の流域の地図ですけれども白川というのは基本的に朝に降ってきた雨を全部有明海に流すっていう川です。ですから朝,朝にたくさんの雨が降ると 大きな洪水を起ここししてしまううとということですで皆さんもご存知だと思いますけれども、えー、熊本の町中はですね、えー、と昭和28年ですね626水害と言われている大きな水害が起きましたこの向かって右側の写真ですねこれは国交省の資料から撮ってるんですけれども、えー、その時の名護橋だそうですで左側が上通りですね 阿蘇に降った雨が全部流れてきますので火山灰とかすごくこう泥ですね「ヨナと言いますけれどもそういうのもたくさん流れてくるので、まあ、水だけではなくてですねその後の復旧なんかも大変というところになります。つまりこういう形で緑の豊かさ景観として素晴らしいと愛されているとともに一回氾濫するとですね すごく大きな災害を起こしてしまうそこをどう両立するかというのがすごく大きな課題になりますでまあこういう河川事業というのは長いですけれどもこれ一番左側がそういう水害ですけれども危険な川であるっていうことがあるんですけれどもやはりなかなか整備ができなかったで特にこの真ん中あたりここら辺ですね えっと、1980年代に一度改修の計画が出たそうですもちろん僕は知りませんけれどもでその時にやはり大きく川を広げると木を全部切って大きく川を広げるという計画だったそうですもちろん洪水を起こさないためにはそれが必要だったでもそうすると景観が全部崩れてしまうということでちょっと見えるかどうか分かりませんけれども この新聞記事には防災を取るのか景観を取るのかというような大論争が起こったそうですでなかなか、えっと、整備ができなかったところが、えー、っと河川法とかがですねこう改正されて、えー、少しずつ整備ができるようになったのっていうのがこう 2000, 年2000年代に入ってからですので、えー、昭和28年に大水害が起こっていろいろやってるけれども やっと2000年何十年経って整備が動き始めたというのが、まあ、この緑の区間の,あの、まあ、前身みたいなところになりますで実際今どんな工事をしているかというとやはりこの緑をどうにか残そうということですのでこれちょっと図面が字逆になっているのは写真に合わせているからなんですけれども町側ですね町側は、まあ ちょっと川の反対側の緑はちょっと削って、えー、堤防を作ると。でもこう川沿いの緑は残すと。でこの新屋敷側ですね新屋敷側はさすがに、えっと、川幅そのままではだめだったので少し広げると。えっと、まあこのオレンジの部分が1 5ー,ーか2 0ー,ーぐらいになるんですけれども、えー、削って広げると。ですけれども できるだけこの上に生えている木ですねこれは移植して残すというような工事が、えー、200何年ぐらいかぐらいから始まりました15年前ぐらいかなで僕はまあそこら辺からと関わり始めたんですけれどもまあ最初こんな感じですねすごいあの。 ここの先生が今井先生ってもう残念ながら亡くなられてます亡くなら亡くなってしまいましたけれどもお亡くなりになられましたけれどもその80年代ぐらいからどう警官と防水を防災を両立するかというところにすごく活躍されてきた先生ですだから僕もチームに最初に入ってこれはどちらかというと 今井先生に怒られているという感じですけれどもお前らもっとちゃんとやれというようなところからスタートしましたでまあ僕らあの僕の専門は土木のデザインですのでまあ何か空間をデザインする時にはこう必ず模型を作ったりしてやるんですけれどもまあこれはあの住民とかとですね地域の人たちと議論しているところになりますこの下の写真なんかすごくいいですけれども白川小学校に大きな模型を持ってって 子どもたちの意見を聞くと、まあ、そんなことでどうしていくかということを決めました考えていたわけですけれども、まあ、その時僕たちがどんな気持ちでいたかというとやはりこういう公共事業すごく時間がかかりますしいろんな方々が関わりますよね。ですので、まあ、最後どういう形にするかというのがデザインですけれどもやはりその中には。 場所の履歴であるとかいろんな議論のプロセスであるとかそういうものが最後の形に集約されていくある種リレーーのアンカみただしそういうものができて終わりではなくてそのものがしっかり使われる市民にしっかり使われるようになるのが大事ですのでそういう意味では。 人がどう使うかなんかを考えながらデザインするってことはむしろこう使い方新しいリレー始まる新しく始まるリレーの、まあ、スターターみたいな意識なんかその2つのリレーをつなぐみたいな、えー、意識で、まあ、やってきたのかなというふうに思っています。で、まあ後で、えー、ご登壇されるジェイソンとか南さんなんていうのが、まあ、ここら辺のですね こう使うううう人たちというとといいいころににななってきてきるのかふ思実際じゃあどんなデザインになっているのかまあ行かれた方は何となく知っているかもしれませんけれどもこれがまあビフォーアフターみたいな上がビフォーで下がアフターですけれどもまあどうですかねほとんど違いがわからないっていう感じじゃないかなと思うんですけれども実はそれがダイス。 大成功なわけですよね実際、えっと、上の写真で、えっと、1秒間に1,500トンの水が流れる状況でしたそれを下の写真の状態で2,000トン500トン上げるつまり治水効果っていうのをそんだけ高めたわけですけれども先ほども言いましたように風景として森の都のシンボルとしての風景は残すということが目標でしたので。 まあ僕らのこういうインフラ系のデザインをしているとあのうまくいけばいくほど誰にも気づかれないっていうことが多くて、まあ、それはいいことなんですけどちょっと寂しいのでまあこういう場でお話しできるのはすごく嬉しい機会であります。じゃあ具体的にどんな場所になっているかという話ですけどもこれは街側ですね。 先ほども言いましたけれども、川側の緑をできるだけ残して、町側の緑はまあちょっと削って、堤防を入れるという整備をしたところになります。これ、ちょうどマンションの裏ぐらいですかね。で、これちょっと、このコンクリートの壁がぐねって、ちょっとうねってるの分かるかと思いますけれども、これ、なんでうねってるかというと、この木ですね、これ、えのきでしたけれども、すごく大きな木があって。 なんとかそれを残そうということで堤防ちょっと曲げてなんとか残すとかまあそんぐらいのことをまあそれは僕というよりは本当に、えっと、その整備を担当された国交省の方あるいは工事の方そういうのの努力だと思いますけれどもまあ、そういうことをしてるんだよということですただこのコンクリートの壁もですね実はすごくいろいろデザインしてこれ 右下にあるのは1分の1の模型ですけれどもいろいろ議論して作りましたですのであのこの壁が、まあ普段はこうベンチになったりとかあるいは僕はこの右側の写真好きなんですけれどもカップルがなんか歩いてるんですけれどもまあなんつうかな単純なコンクリートの壁っていうよりは少しこう使い方を促すようなこうファニチャーというか家具というか。 なんかそんなななものににってていいるかとう考えま、ー、でこの壁についてお話ししますと実はその2012年ですね九州北部豪雨というものがありましてまた例えばこの上流の竜田の辺りなんかは街中でもあふれたんですけれども大きな洪水がありましたでその時はこのコンクリートの壁が立ち上がってたのであと30センチぐらいだったかなまで水が来た。 で先ほどの地図も出しましたけれどもここが溢れたら本当大変なことになるのでなんとか耐えた状況ですね。であの先ほど80年代に揉めたという話をしました防災を取るのか景観を取るのかということですけれども実際はどっちを取るってことではないですよね。その 防災をとってじゃあこの364日を捨てるのかというとそれは意味がないですしあるいはじゃあ364日だけをとって一日の備えをしたけなければ、まあ、僕ら熊本は地震なんかもありましたけれども下の364日もすごく大変なことになるとそこをどうあのくっつけていくのかというのがまあこういう。 のの一番大事ななことかなとか思っています、まあ、それがなんとか実現できたかなと思っています。であともう一つここで大事なのはこれは新屋敷側ですけれどもこう広げて木を移植するというお話ですけれども100何十本かな大きな木100何十本は移植しました。でこれは本当にあの 熊本県あるいは熊本熊本県だったかなの造園協会の方々がすごく丁寧に調査をしてくれて移植できる木できない木あるいはその移植の方法とかすごく時間をかけて調査をし整備をしてくれましたでこれはそのうちの2本ですねこれは縦引きという江戸時代から伝わる工法ですけれどもこう生えている木から縦溝を掘って 滑車でゴロゴロ動かして動かすという方法ですけれども、まあ、そんなのもやって、白川小学校の子たちにも参加していただいて、というようなことをしています。すごく丁寧に緑を保全しているということです。で、まあそんなこんなやってて、大体2015年に大まか できたので、えっと水辺リング白川七十四というイベントが行われました。で、まあこれがあの最後にお話しする白川与一とかのまあ母体になったイベントなんですけれども、なんかお話を聞いてると、まあ国交省としてはできたし、なんかこうしっかりイベントしたいというのもなかなかやっぱりこう。 行政主体のイベントをやっても意味がないので市民とか地域の方々をどう巻き込むかというところをすごく苦労されたそうですけれどもあのでご登壇される南さんなんかがすごくバックアップしてくれて実現できたというふうに聞いています。でこんな感じですねあの整備前の緑の緑区間は こう緑がずらーっと並んでいる景色としてはすごくきれいだったんですけれどもその中ですねちょっと緑がうっそうとしすぎていて、あのー、その中に入ると暗いとか狭いとかちょっとあんまり快適性がなかったんですけれども、まあ、緑の景観を生かしながらも中をの居心地を良くすることによって、まあ、これはイベントの時の風景ですけれども。 すごく快適な場所ができたかなと思うしあと大抵公園ができた当初って木ひょろひょろだったりするので非常に寂しい風景になりますけれどもやはり移植をしていると木そのものはみんなこう大人の木というか風格がある木で場所ができてますのでもうできた当初からですねなんかもともとあったような景色ができたかなと思っています。でこれは、 何年か前かなあの偶然通りかかった時に白川小学校多分ですけれども白川小学校の子どもたちがスケッチ大会をこの場所でしてくれていた時ですねああいうイベントとかもいいですけれどもやはり一番嬉しいのはこういう普段使いというかいうところですよねそういうふうに使われてるっていうのがすごく嬉しいなというふうに思っています。であと もう一つお話ししなきゃいけないのは水辺ですねあるいはこの石垣今あの上の緑の方の話あるいは町とのつながりみたいな話をメインでしましたけれどもこの写っている写真の石垣というのは 15m 拡幅した後の石垣ですので全部新しい石垣なわけですよね。でそれをどう積むかあるいは水際をどう作るかっていうのも 大事ですつまり、まあ、緑が豊かなだけだと普通の公園ですけれどもやっぱり川ですのでやっぱ水際水辺にどんなこう素敵な場所ができるかということがすごく重要です。で特にこの白川はあるいは熊本のまちづくりは基本加藤清正から始まってますけれども。 熊本城の外堀でもあったのでやはりお城との関係みたいなものも意識しないといけないというところです。でこの石垣もですね、えー、とすごく丁寧にあのまず施工者が積んでくれましたしこれ真ん中であのちょっとお顔は見えませんけれどもこれは太目修文さんという、まあ、高知を拠点にですね、えー、すごく石,の石造りの河川構造物護岸であるとか。 えー、石であるとかそういうものをすごく、あのー、立派に作ってこられた方です。で石福留さんも残念,ながら残念ながらお亡くなりになられたんですけれども彼なんかを呼んでですねその石の積み方ですねこれ一遍ではできませんのでだいたい3つとか4つに分かれて工事をしますので1個できたところで指導してもらって。 次の時はもっと良くするみたいなことをしてすごく丁寧にですね、えー、作っていただきました。でさらに水際ですけれどもあのなんていうかなやっぱりこう街中の貴重な水辺ですのでいかにこう水と人を近づけるかっていうのはテーマになると思います、まあ、安全にとか。で、えー、とここではですね を入れてまあ、環境の多様性を高めたりすするんですけれどももちろんそれも狙いつつここではコンクリートの平板ですねすごく 1.5m ぐらい大きな板をランダムに置いています。でそれは本当はさっきの石垣とか緑って考えるとそういう人工的な形を入れるのはどうだっていう議論はあったんですけれども一つはやっぱ街中ですのでやっぱ安全に近づけさせたい。 子供たちをですねそうするとこうゴロゴロっているよりはフラットな面をに辺に作りたいでもう一つはこれこれランダムに高さがなってるんですけれどもやはりなんていうかなまあ僕ら都会に住んでるとその自然の変化とかそういうものに対する感性みたいなのはやっぱ下がってきちゃうと思うんですよねこうエアコンの中にいて何とかで でその時に例えば白河もいつも同じ水位なわけではなくて雨が降れば高くなるしあの降らなければ低くなるとこう微妙な水位変化っていうのは毎日のようにしてるんですけれどもなかなか分かりづらいだけれどもこういうランダムにこういう不思議なものが置いてあるとある種そういうこう何て言うかな微妙な変化がこう何て言うかなデジタルに置換されるっていうのかな。 今日は10個見えてたのが3つしか見えてないとかあるいは今日は20個見えてるとかいうようななんかそういう,こう感性みたいなところにも寄与できるんじゃないかなと思っています。ですからこれこんな感じですかね。左と右側というのはイベントの時の写真になりますけれどもこの左下ですねちょっと小さくあれしてるこれはな、えっと、小6の女の子たちだったかな。が バスケかなんかに負けてむしゃくしゃして泳ぎ,泳ぎに来たとかいうことらしいんで,でこれはあんまりだからそういう意味ではちょっと YouTube とかに配信してるんでまずいんですけれども学校から怒られます危険ですのでですけれどもので、えー、と推奨はできないしダメなんですけれどもでもやはりそういう町との接点あ水町の人と水辺の接点というものがまあ 作れたあるいはだからこそこういう活動が生まれるし、まあ、これがおそらくいろんなこう自然へのセンスっていうのかなのすごく重要なベースになってくるんじゃないかなというふうに考えています。でまあそんなこんなやってると先ほどの「ミズベリング74」からもえの流れの中で「白河バンクス」というのが立ち上がります。あとの パネルディスカッションで詳しく紹介してほしいんですけれども、えー、南さんと今日はですね南さんとあと、えっと、リーダーのジェイソンですねというものが立ち上がってきますですので、まあ、本当に僕はすごく嬉しくて先ほどなんとなくリレーの話をしましたけれどもジェイソンたちがこう立ち上がってくれるのを見た時にあなんとかそのつなぎ目っていうことができたのかななんて いう感じで僕はすごく嬉しかったことを覚えていますでこれがまあ僕が知っている限りのプロセスですけれども2017年左上2017年ですけれどももういちは不定期だったのかなこれはバーベキューか何かをした時の写真です。で18年ぐらいからいちも定期的にやり始めて一番盛り上がったのは19年とかですかね。 左下ですね本当にこうただ、えっとと年からはコロナの問題もあってなかなか難しいでイベントなんてやめてしまうのが一番楽ですけれどもやはりバンクスの方々は素晴らしくてもうこういういろんなコロナ対策等をしてですね、えー、毎月ではなかったですけれどもなんとか 開催しててくれているとあのやはりこうバンクスの活動なんかを横から見てると、まあ、単にやるというだけではなくて常にこう変えながら改善しながらチャレンジしてくれてるっていうのが、まあ、僕としてはすごく素晴らしいなというふうに思っています。でこれが、えー、去年の7月ですねあの表紙に使ったあの写真の別アングルですけれどもまああの イベントが久しぶりだったかからですかねめちゃめちゃ人が来てちょっとこれ対策大丈夫かぐらいに心配になるぐらいでしたけれどもやはりあの本当にこういう場時間をあのみんな求めてるんだなというのを、えー、僕としても、えー、実感させられた時間でありましたであとですねあの僕としてつまりデザインとかをやっていて すごく嬉しいのはやっぱこうやってこう人が使ってくれるとなんつうんかなその空間やものに対してこう新しい使い方っていうか新鮮な使い方をしてくれるまあ例えば左上なんかはつまり洪水を町から守るための壁が、まあ、ロングベンチみたいになる。 あるいは左下はこれは最近ですけれどもコロナ対策も含めてなんですけれども壁の向こう側にお店を作ってカウンターというのかな少しあのまあそうですねお店のカウンターのようなものとしてこの洪水を守るための壁が使われているとかあるいはこれ右上はその最初のイベントの時ですけれどもあの人が川に落ちないように。 設置している防護柵が、まあ、ある種オットマンのようになっていたりとか、えっと、右下このコロナの時にですねこの川、えっと、手すり沿いにあるスペースを作って、まあ、飲食をこうちゃんとディスタンスを取りながら飲食をができるような工夫を、まあ、バンクスの方々がしてくれてしています。 やっぱりデザインとかをしていて一番の醍醐味っていうのかなこう使ってくれるかな使ってくれるかなみたいなことを想定して当然デザインするんですけれどもでその通りに使ってくれるとうしいですけれどもえそんな使い方あったのみたいなのが一番嬉しいですのでやっぱりこうやってなんつうんだな使いこなしてもらうっていうのは本当に嬉しいことだなというふうに思っています。ただ特に さらにバンクスが素晴らしいのはそういうイベントとして使うというだけではなくて毎月ですねやはりそのイベントで使うからとだから僕もまあたまに参加させてもらってますけれどもあのやはりお話を聞くとですねこういう緑地とかっていうのの普段の利活用で一番難しい問題になるのはこういう草刈り維持管理 で,す、ね、で荒れていけばさらに人が使わなくなって荒れていくしですけれども夜市が始まってそれはイベントが成功するっていうことだけではなくてそういう草刈りがありで常にきれいなので普段から人がたくさん散策するようになるというまあ相乗効果ですねが生まれてるっていうことが、まあ、僕としてはすごく素晴らしいなと思っています。でそんな感じでお、えー、とといですかね 後で詳しくお話が出ますけれども都市地域再生と利用区域というところに緑の区間は認定されましたまあ今まではある種社会実験的にやってきたわけですけれどもこれが今後はシステムとして動いていくようになりますで最後ですけれどもまあこんな感じでこれ上がその整備後の写真で ああこういう長い流れもある程度区切りがついてあのかなあと思っていたら実は全然終わってなかったというのところなんですけど、まあ、あの2020年にあの河川整備計画というのが新しくなりましたでそ,のそのせいだけではないんですけれどもあの令和2年7月に球磨川に大きな洪水が起きましたで毎年のように起きています。でですので 実はですねまあその2000トンでは足りないんじゃないかという議論でえつまりコンクリートの壁をですねもう少し上げたいという議論がもう実はすでに始まっていますだまあ当然自然との付き合いですのでいつ終わるっていうことではないんですけれどもまあほぼ何て言うのか まだできてまあ暫定的にできたのは15年で今年22年ですので、まあ、7年10年経たずに次のステップに行かなきゃいけないという議論になっています。で、ただですねやはり10、えー、と2005年ぐらいに、えー、地域の方々と話していた時とはもう全然状況が違って、えー、それこそ防災か景観かみたいなスタートだったんですけれどもやはりこう余市とか のおかげもあってもう当初からこの地域の人もみんなその両方やはり洪水は起きてほしくないので壁を上げたいでもう余市とか普段の使い勝手は下げてほしくないまあそれ整備する方からすると余計難しいんですけれどもっていうところからやっぱり議論がスタートしています。こういうい会議室でであるとかこう現場で どのぐらい上がるのかなというのを確認しながらどうするこうするとでまた僕らも模型作ったりなしながら議論しているんですけれどもまあそんな感じでですねちょっとちょっと休めるかなと思ったらもうまだ全然休めずにまた次のステップについての議論をしているというのがあの緑の区間の状況です。でこれ最後のスライドなんですけれどもまあ水サミットであの先ほどの 課長からのお話にもありましたように河川整備とかっていうとやは,りやはり気候変動に伴う災害に対してどう備えるかというのがすごく重要なテーマになります。でじゃあここでテーマとしているあるいは余市とかが頑張ってくれている水辺のにぎわいというのがそれとは別物なのかというと僕はそんなことないなというふうに考えています。それれがこの図ですけれども まあ防災とかでいうと、まあ、自助共助公助というのが大事だと皆さんご存知だと思いますけれども、まあ、こうやってこうコンクリートの壁を作ったり川を広げたりこれはまさに洪水から町を守るための控除の1つだと思いますでこの緑の区間ではまあそれだけじゃなくてどうやったら水辺ににぎわいが生まれるかっていうチャレンジをしてきたわけですけれどもあるいはしてい,いってる。 わけけですけれどもそういう白河バンクスとか洋一っていうそういう市民活動の場になるということは当然共助ですねそのコミュニティの情勢というところにん多分必ずつながっていくしその堤防かさ上げの議論なんかを今皆さんとしていてももう全然15年前とそのコミュニティの意識であるとか力は変わっているなというのを実感しています。であと まあ先ほどの川で泳いでいた女の子たちは駄目なんですけれども、まあ、仮にああいう経験があるとそれはやっぱり自然へのセンスみたいなものが当然あのそういう経験がないよりは培われていく。で多分それがないと事情もないと思うんですよね。自然とといいいいいいうううのののはこう恵みももああれば怖い時もあるというのを、かかに体感していくかというのが、 多分この事情においてはすごく大事かなと、すとやはり水辺に人が集えて、遊べて、行こえてっていう場所を作ることが、防災とかにも僕はつながっていくんじゃないかなというふうに思っています。はい、ちょうど大体30分だと思いますので、私の話はこんぐらいにしたいと思います。あありりががととううごござざいいままししたた星野先生 以上をもちまして第一部市長講演を終了いたいたします皆様今一度星野先生に盛大な拍手をお願いいたします第二部は14時20分より始めますそれまで休憩時間とさせていただきます大乗車の皆様お手洗いの方は こちらの出入口に出て右のエスカレータータ裏にあるお手洗いいをご利用くださいまた再入場時には入り口でアルコール消毒もお願いいたします。ただいまから第2部パネルディスカッションに入らせていただきます。本日は、熊本大学熊本創生推進機構の准教授であります、田中先生をコーディネーターにお招きし、 三つを活用したにぎわいづくりの可能性について、ご登壇いただいている5名のパネラーの方々にご議論いただきます。パネルディスカッションに先立ちまして、田中先生のプロフィールをご紹介いたします。田中先生は、1998年に京都大学大学院工学研究科、環境地球工学専攻にて博士号を取得。 同専攻の助手をされた後2006年から熊本大学大学院自然科学研究科の准教授を得て2010年より現職を務めていらっしゃいますここからの進行は田中先生にお任せしたいと思いますそれでは皆様田中先生およびパネラーの皆様にどうぞ盛大な拍手をお願いいたします 田中先生、よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは、えっと。熊本大学の熊本創生推進機構というところにおります田中直人と申します。あの今日はですね、同僚の星野先生のあのなかなかあの実は隣の部屋にいるんですけど、こうやってちゃんとですね、あの星野先生の話を聞くのを結構久しぶりですごく面白いなというふうにあの聞きましたし、星野先生からすごく大事なこうイメージというかあの。 彼がえっとバトンの話、バトンというかえっとリレーの話をされましたね。あのすごくあの意味深いあのお話だなというふうに思って、皆さんがそのバトンをこうどうやって握るのかとかですね、誰に伝えたいかなっていうの,の話をですね、今日今から皆さんとできればなというふうにあの思っています。えっと今日はですね、第4回アジア太平洋水サミット関連のイベントでこの。 えとイベント自体は水辺を活用したにぎわい作りの可能性ということですけど皆さん、あの今年アジア太平洋水サミットが行われるのを知っていたという人あ、皆さんはやっぱご存知ですねで。この関連イベントですねなかなかです、ね、実行できなかったんですけど今日は本当にあの関係者の皆さんのおかげとあと皆さんもです、ね、来ていただいてこのように開けることは本当にあの嬉しいことだという,ふうに思います。 でまあ、コロナ禍なのでなかなか制約はありますけれども一人一人がですねあのこのアジアのまあ貧困だとかあとはまあ世界的な 環境変動であるとか、ですねそれを自分ごととして考えていただくのが今日のサミットの、あ今日のシンポジウムの目標ですので,です、ね、皆さん、ぜひそれぞれに関心をお持ちだと思うんですけど、今日はあは前のこうでディスカッションをしますけれども、皆さんの疑問なんかもです、ね、ぜひ答えたいんですけど、ちょっとその時間はなさそうなので、ぜひです、ね、なんかメモっていただいて、後で質問とかがあれば、事務局のにあにいただければというふうに思います。<coughs> それではですね今からえっと1時間ちょっとですかね、パネルディスカッションのを行っていきたいというふうに思います。大きくですね話はえっと2つに分けてやりたいと思うんですけれども、まず前半ですね、星野先生の方からお話にあったまあ緑の区間、今もう全世界的にですねコロナ禍でして、なかなかですねそういうときににぎわいってどうなのと。 皆さんももちろんお友達とかご家族でこう盛り上がりたいと思っていてもなかなかそれはためらわれるという中でですねこの熊本、5年前には熊本地震があってでですねで2年前にはえっ球、と、磨川を中心とした豪雨災害もありました。そんな水辺を 星野先生にも話もありましたけれども、脅威とともに恩恵というものを感じて、ですね、どうやってにぎわいを作っていくのかということで、取り組まれてきた内容について、順番に伺っていきたいというふうに思います。まずは先ほど貴重講演していただきましたけれども、星野先生の方から、何か付け足しというか、もうちょっと言いたいぞということがあれば教えていただければあはい、いいい星野です。す。よろししくお願いしますあの、まあ、言いたいこと。はもう何ていうのかな 行ったので本当に皆さんのお話を聞きたいという感じなんですけれどもまあだからその田中先生も言ってくれましたけどまあバトンの話がありましたけどまあ別にバトン受け取ってないよって言われるとちょっと寂しいんですけどまあ仮に受け取れたとしてまあどんな感じとかその思いみたいなんですねを皆さんから聞けると嬉しいなというのが一つと。 あともう一つはやっぱりこうなんつうんかなああいう,こうプロジェクトだったり何々にこう関わっているとうんといやすごく視野を広く持ってとかっていうふうには思ってはいるんだけれどもやはりなんかこう気づかない価値であるとか広がりであるとかあるいはもっとこういうところ伸ばせばいいのにとかそういうことってやっぱ必ず出てきちゃうのでなんかそう ま,あまずえっとこのパネルディスカッションの第一部は緑の区間のことだとするとまあそこら辺のこの価値や広がりみたいなところの可能性ですねそこら辺をまを皆さんからお聞きできると嬉しいなというふうに思っていますありがとうございますあの早速なんですけど僕あの最後のスライドで本野先生が次女のところに自然への、えっと、恩恵の話であの話されたじゃないですか。 で僕自身も自然も大事だと思うんですけどもう1つその僕よくシビックプライドっていう話をするんですけど熊本に生まれてよかったなとか熊本がふるさとよかったなっていうその社会に対するなんか感覚もちょっと最近危ういんじゃないかなと思ったりするんですけどそれは先それはですねえっと多分ま どちらかというとまあ今回先ほどのお話は河川整備というか河川のデザインとしてのお話だったと思いますけれども余市ができるような場を舞台を準備し自然と触れる場を準備しみたいなところだと思いますけれども例えば余市みたいなやっぱ活動はむしろ自然だけじゃなくて社会とかその地域へのまあプライドとかあとんですねなんかそういうのには 直まあなかなかこうもどかしいですけど風景とか空間だけでなかなかそういうことはやっぱりいかなくてでやっぱその場所でどんな経験ができたかとかどんな素敵な人と出会えたかっていうところがやっぱりそういう社会への意識っていうのにはつながっていくんじゃないかなと思います。 はいいありがとうございます星野先生は本当熊本を代表するというか日本を代表するですね土木デザイナーということで今グッドデザイン賞とかも取られてますしでもそんな先生でもハードだけで全てはできませんよとでそこでの出会いとかが大事だということであの幅広くです、ね、いろんな方からお話伺うのが今日パネルディスカッションの目的だと思うのでじゃあそのにぎわいの、えっとまあ、今リーダーというかあの星野先生の スライド白川バンクスのですね代表されているジェイソンさんの方から、簡単な自己紹介と、あと、この緑の区間で頑張ったよとか、こういうことが今、できてますということをお話伺いたいと思います。 えとこんにちは、えー、白河バンクスっていう、えーまあ、白河バンクスの代表のジェイソンと申しますもともとアメリカの、えー、ニュージャージー出身ですけど16年ぐらい前に、えー、熊本に来てずっと熊本に住んでいます、えー、今日はちょっとあの、えー、ビデオ、まあ、イメージビデオみたいな、えー、感じを、まあ、準備してきたんですけど、えーまあ、だいぶ前のもの 多分3年前の3月ぐらいに作った、えー、ビデオで、まあ、こんな感じです。まあ、その準備しているところとその余一の様子を紹介するビデオです。まあ、水辺であのー 食べ物だけじゃなくてその、えー、物を売ったり、えー、子供が遊べる、えー、出店者とか、えーとまあ、いろんな水辺の使い方を、えーまあ、毎回試している、えー、良い地になってます、まあ、目的としては毎月開催3月からまあ冬まで毎月開催するような形で、えー、19年から毎月開催になったんですけどそれからちょっとコロナで まあよく <laughs> キャンセルになったりしてたんですけどえっとまあ今年からまたえ毎月開催をチャレンジしていきたいと思いますでこれがあのまあえ18年から余市とかその水辺での出店がまああのえ地域行事で始まったんですけどえそれがえまあその次の年から結構 えー、毎月開催になって、えー、ちょっと定着してきて、あのまあコロナで大変になってきてるんですけど、その、えーまあ、定着していって、ちょっとコミュニティに大事なイベントにしていきたいなと思っています。ありがとうございます。あのジェイソンさんとも何回かやり取りさせていただいて、いつもあの日本の人の、僕も僕故郷京都なんで。 僕のなんか思い出はあの鴨川でよく作られてることが多いんですけど清水さんもなんかやっぱふるさとの水辺とかっていうなんか思い出とかありますかそうですねあのニュージャージーの隣にあのデレオヤ川っていう川があってそこが小さい頃からなんか夏になったら、えー、浮き輪を借りて浮き輪で川下りしてたので、まあ、正直熊本に来て白川すごいあの素敵な川が街中にあって自分の中にはその川が入るもの だと思ってるんですけど、まあ、それ実はダメ,ダメですけどあの、えー、そういう、まあ、入れないくても、まあ、近くにいたいところとかその川辺であのピクニックしたりあの散歩したりする場所ですけど熊本に来た時は、えー、なんか夏がすごい暑くて「川に入りたいよね」とか人なんか言ったら結構なんか引いたり「いや川汚いよ」とか「危ないよ」って言われてたんですけど そういうふうに見えないと思うんですけどずっと思っていってやっぱりその意識違いがあるなって思ってまして私はなんかまあ川がきれい遊ぶ場所だと思ってたんですけど白川は結構まあ暴れる時もあるんですけどでも何ていうちょっとなんかえ距離感はちょっとあった存在だったんですけどそれもう少し夜一とかいろんな活動でまあより、え。ー 近づいたらあの近づけたらいいなと思っています。はい、どうもありがとうございます。あのジェイソンさん、あの僕もえっとそう思ったことがあって、熊本に住んみんなあの。江津湖大好きじゃないですか。で、それに対して白川であの散歩する人とかがあんまり見,見られなくてですね。僕もなんとなく不思議だなと思ってたんですよね。で、あの、本当だから白河洋一の反響がすごいというかあ、こんなことやっていいんだとか。 こういうふうに水辺で楽しむことができるんだっていうことをなんか皆さん自信を持たれたんじゃないかなというふうに思うんですけど何かやってみて実感みたいなんてありますかえっとそうですねもう前あの幼稚が始まる前とかはあの水辺リングそのっていう、えー、イベントその時は出店者としてあの出店して、まあ、出店してここすごい気持ちいいなって思ってて場所としてはすごく良くて。 あの仕事したく,なくしたくないぐらい良 <laughs> かったんですけどまあこれもっとあの継続できたらいいなと思ってあのやってたんですけどそ,それがなんかこんなに場所をまあいい場所はいっぱいあるんですけどこんなにもう街中にこんなに広くてあの緑のいっぱいあるあのゆっくりできる場所あるのは。 まあすごく良いのにあんまり使われてないとか散歩をしてる人たちもそんなになくてそれはまあその当時はまだ草とか草刈りとかが必要とか草が生えてた時とかも結構あったんでそれもちょっと一つ一つのんていうあんまりピクニックとかできない時もあったんですけど草刈りとかその整備とかをやることで年中に使えるように。 なってまあこれからもっとなんかいろんな人になていうえま楽しむところとして使っていただいたら嬉しいなと思っています。私も使いたいです。はいどうもありがとうございます。<laughs> えっとこうやってジェイソンさんが何気ないこうなんですかね、もっと人が使え集えればいいのにっていうようなことから始まった。であのジェイソンさんが言ったミズベリングでえっと出展者っていう元々あれですよね、シードマーケットとかもやられてて。 熊本でそういうにぎわいを作る取り組みは何もここから始まったわけではなくてこれ以前からもです、ね、ずっと行われてきたでそういうのを引っ張ってきてくださったのが南さんかなというふうに思いますので南さんの方からこれまでのそういう,こう町のにぎわいっていうのはどういうものだったのかとかあとはこの緑の区間どういうことをされてきたのかっていうことをです、ね、教えてもらおうと思いますよろししくお願いします。 はいえー、南,南でございます、えー城,えー、城見町前衛会という、まあ、名目で一応あの参加させていただいておりますけど、えーまあ、あの自分の商店街があまさに下通りの今、ここさの横青柳とかがあるあの通りがあの城見町通りという通りなんですが、えー、実はもうちょっと持ち、えー、時間2分って書いてあるんですけど多分オーバーすると思うんで我慢、まあ、して聞いていただきたいところなんですが。<laughs> え皆さんご存知のように、中心市街地活性化法という法律がありまして、もともとそれがありましたのが、2006年にまちづくり散歩という法律が改正されましたその中で中心市街地活性化法というのも大きく前進しまして、 内閣府あたりに中心市街地計画を、活性化事業計画をです、ね、出しますと、国からの予算も抱き合わせて、それが実行されるということになるんですが、この背中にあったのは、の問題があったんですねちょうど中心市街地、皆さんご存知のように、えー、ずいぶんようの方面だとか、いろんな方面に大型店のショッピングモールができたりっていうのが、ちょうどこの前ぐらいの時代でありまして。 果たしてじゃあ商店街とか生き残るのかということになりましたこんな時に自分たちのこの白道を通りという通りも今後何をどういうふうにやっていけばいいかということがありまして早稲田大学のまだ学生だった木下仁っというやつがいましてそいつと一緒にいろいろな話をする中に自分たちでじゃあまちづくり会社作ろうじゃないかと。 でしかも今、この改正参法、まちづくり参法の改正部分で誕生したのが TMO 事業という事業だったんですね。で、これも国からの経産省あたりから予算がついて、全国の中心商店街なんかに、やっぱどんどん予算立てを行った上で、なんかやっていこうというのがあったんです。ただ、TMO でほとんど成功事例っていうのはほとんどなくてですね。 まあ皆さん福井においての路面電車を活用した中心市街地活性化もしくは四国の丸亀っていうところにありましてエリアをいくつかセットを分けましてエリアマネジメントをそこでやっていこうじゃないかとかそれから青森のスマートっていうか何ですか シティが街が小さく設計できるようにやろうじゃないかということでそういうことをやっぱりやっていこうということで当時の TMO 事業ってすごくは跳ね上がって全国に一気に広まったんですねところがあまり成果出ないんですねでそういう中にじゃあ自分たちは今後どういう街づくりすればいいのかと。 あの隣にあの星子の中央区長がいらっしゃいますちょっと耳が痛い話になるかもしれませんけど、結果的には予選立てするから、町を活性化しなさいって言われても、じゃあ、じゃあ何をやるって話になってしまいまして、えー、そういう話じゃないんじゃないのかと、もう少しやっぱり中心市街地の、えー、そういういろんなものを効率化し、なおかつ自分たちで設計した事業じゃなくて、本当の経営みたいな形を取っていこうじゃないかと。 いうことで始めたのが、熊本城東マネージメントっていう会社なんです。で、今、この会社、何をやってたかと言いますと、それまでファシリティマネージメント、要は不動産、それをどうやって効率的に、この中心市街地の価値を生み出させるように持っていくかということをみんなで考えていこうよで、これを別に補助金とかいう問題じゃなくて、ちゃんと事業スキームを作って、その経営がうまくいくように、 しかも、その参加している、またそういう契約をもらっている、ファシリティマネージメント契約をもらっている、そういうビルのオーナーさんたちに喜んでもらえるようにする、また税収が上がるような雰囲気に持っていけばいいじゃないかということで、官民連携した上で、この効率化を図っていこうということで、この会社を作ったんですで、その中で一番問題になったのが、中心市街地、実は相当空き部屋があるんですね、ビルの。 特に普通の通常で調査しますと1階、2階、地下そこまでのサーチングはやるんですけど3階、4階、5階でガラ空きなんですよ調べてみますとじゃあ、このリノベーション事業というのを自分たちで提案してやろうとじゃあ、そのためにはどうやったらそういうところを利活するまたチャレンジしてくれる人たちを集められるかということで始めたのがシードマーケット。 要はお店の方も店舗はなかなか持てないけどお客さんと接することによって商売の幅を広げようまた深さを掘り下げようそれから町は町でそうやって人が集まってくれることによって賑わいを創出することができるっていうんで種をまくっていうことでシードマーケットなんですねでそのシードマーケットにこのジェイソン・モーガンさんが参加していただいたんです。 もうすでにその時はボイジャーっていうお店をすでに白川の沿岸でされてましたんでクラフトビールな何なりをそこで販売していただくでそれぞれのテントを一ブースにしまして2メーター2メーターぐらいをワンコマとして活用していただけるようにしてやったんですそれはあくまでも実はリノベーション事業要は空き店舗をどう利活用していくかっていう一つのベースだったんですね。 えー、ところがですね2015年ちょうど星野先生があの緑の区間の大体デザイン整備が終わったぐらいで水ベリング74というのが行われるということでお話がありましたその実はシードマーケットをそのまんま移転させたのが水ベリング74だったんですねそこで先ほどあの皆さんにもお耳に入ったと思いますけど、えー、ジェイソンがそこの中で目覚めてしまったというのが <laughs> 今につながっているわけでありましてですね でそれともう一つ当時まだ水辺リング74があった時代はですね、えー、阿蘇川から有明海岸にこう白川流れていますけど右岸は中心市街地の中に入ってるんですけど左岸は全く入ってないですよ。川は一本だった割にはなんで右岸だけが中心市街地要は水道町側ですね太鼓橋側の,あの白川公園なんかのある方向だけが中心市街地だったんです。 左岸の今の星野先生たちが一生懸命努力された緑の区間は全く中心市街地外だったんですねしかし先ほど言いましたように中心市街地活性化法というのが改正されて中心市街地に入ることによっていろんな実は特典があったりするんですでそれは別にその補助金とかいう問題だけではなくてそれをどう活用していくかというのはとても大きな問題でした そこで、まあ、今熊本市長の大西和美さんにお願いしまして右岸も左岸も白川一本なので左岸もぜひ中心市街地の中に入れてほしいというお願いをしましたら平成29年今から3年4年3年前ですかね初めて左岸も中心市街地の中に入れていただきましたつまり今まで実は僕たちがやっていたのは 建物行政における、まあ、今皆さんここでやっている熊本城もそうなんですけどこれ中心市街地活性化法の事業体として今ここにあるわけですよでもそうじゃなくて自然とともにどうやって自然とともにこの中心市街地の価値を生ま,生まれるように持っていくかっていう新しい付加価値づくりの創造が実は白河洋一から始まったっていうふうに私認識してましてでも実はし、えー こういう下通りの人間が白河のこうやって白河小学校校区の中でいろんな授業をやるにしてもですねなかなか難しいものがありますでもそれをエリアマネジメントという観念からですね考えてみますと今まで僕らが下通りなんかでいろんなイベントをやってます浴衣祭りやったり銀杏祭やったりそれから竹あかりみたいなあの水辺のそういうこともやったりやってます だけどこれは何をやるかを商店街だけで考えていくんですけど白川の場合ジェイソンは白川のその左岸に住んでるんですね住人の一人なんですよそこから生まれる答えは地元が何を求めているかこれを実現し具現化し事業化していくことが結果的にはエリアマネジメントというわけですから。 この皆さんとどれだけいろんなお話を聞かせていただけるかまたそれを希望をちゃんと現場で実現できるかここが僕らのお仕事だと思って今協議会の中でそういう作業をさせていただいているというところでございます以上ですはいどうもありがとうございますあの南さんのお考えはやっぱり事業っていうのが大事でこれはあのサステナブルっていうことだと思うんですよねなんか無理してイベントを頑張っても後に残らないじゃないですか それをやっぱり自分ごとにする時に、えー、っと持続可能性ですよねそういったことを考え本気で考えないとダメだということで仕組みだけじゃなくてです、ね、僕は案外ジェイソンさんが目覚めたっていうふうにおっしゃいましたけどやっぱ人が大事なんじゃないかな星野先生がまあハードでえー、っと南さんが仕組みっていうのを作ってくださったんだけど結局はそこで生き生きと輝く人がいないとなん動かないよねということとで,ですねもう一つは。 あの水辺リングの件だとあの大阪市立大学にですね加奈先生っていうあのまあ有名な先生がおられるんですけどその先生がいっぺん熊本に来た時に熊本はいいなと大阪の水辺はこっちからこっち側は大正区でこっち側からこっちは淀川区とかって区が分かれてるんだけど白川は両岸とも中央区でよかったねっていうことをおっしゃってですねまさにその水辺が本来的にこうパワーを発揮しようと思うと両岸揃って両岸の人が一緒になってあ 皆さん右岸さんがかかりますかね川が流れる方に向かって右岸が、えっと、町側ですよねで、えっと、左,東あの左岸側が新市街,あ新市街じゃない新屋敷側になりますけどもその両方ですね中央区だっていうことが実はすごくパワーが出しやすいんですよっていうの話を教えてもらってですねでそこで中央区の星国区長の出番なんですけども区長よろしくお願いします。 熊本本市中央区長の星子と申しししまますす日はどうぞよろしくお願いいたしますあの私からは、この緑の区間に関わってきた熊本市の取り組みについて、少しお話をさせていただきたいと思います。まず、平成28年2月に白川緑の区間の利用を考える協議会が立ち上がった際,から際にも、熊本市もメンバーとして参加をしております。 で熊本市では、あの地域の主体的なまちづくり活動に、まあ、地域団体の方と連携をしながら、支援を図ってきたところですけれども、特に平成29年には市内17箇所にまちづくりセンターを設置をいたしまして、そこに専任人の地域担当職員を配置をして、地域への支援体制を強化をしてきたところです。 そうした中で、この中国では平成30年、まちづくりセンターで平成30年の3月に、中央区まちづくりエリアマネジメント事業を開催したところでございます。先ほど、南さんの方からもエリアマネジメントのお話がありましたが、そのエリアマネジメント事業でございます。でこれは、あのエリアマネジメントは、まちづくり手法の一つであるエリアマネジメントを広く市民の方に知っていただいて、それぞれの地域でのまちづくり活動に役立て,ていただくということを目的として たした取り組みでございまして、内容としましては、後に白河陽一につながっていくお花見マルシェですとか、国交省公園部門の専門家の方や、エリアマネジメントに精通したまちづくり専門家の方によるセミナーなどを行ったところでございます。 本日、パネリストとしてご登壇いただいているジェイソン・モーガンさんにも、その時のクロストークでご参加をいただいておりますし、また当時、この事業にご参加いただいた皆様が、現在、白川バンクスのメンバーとしてご活躍いただいているということも伺っております。 現在では、この緑の区間におきまして、先ほどからお話があっております白川夜一が継続して開催されておりまして、その開催に合わせまして、白川バンクスの皆さんをはじめ、地域の皆様方やが除草や清掃をしてくださっており、年間を通して気持ちのいい良好な水辺空間が維持されているということとともに、公園を歩く方など、利用者が増加しているという話も伺っているところでございます。 まさに地域の方々が主体的に地域の課題の解決に取り組んだことで、地域に付加価値が生まれた工事例でございまして、エリアマネジメントの手法が地域のまちづくり活動に役立てられたと評価できるものと考えているところでございます。 で今後なんですけれども、先日、白川緑の区間利活用推進協議会を専用したいとした都市・地域再生等利用区域の指定を受けたところでございまして、営業活動を行う事業者等も河川敷を使用できるようになりますことから、これまで以上に魅力のある取り組みができるのではないかと考えております、さらなるにぎわいの創出につながるものと期待しているおります。 で本市としましても、協議会の一員として、行政サイドからさらなる利活用の推進が図られるように、引き続き支援を行ってまいりたいと考えておりますありがとうございます。えっと、先ほど、星野先生からも話題に出ましたし、えっと、南さんからもお話に出た、その都市・地域再生等利用区域というのが、一つ、多分キーワードになってくると思うんですよね。 なんかまあ、要は特区みたいなものだというふうに考えていただければと思いますのでまた後からその話はです、ね、したいと思いますが、えっとまあ、こういうです、ねえっと、水辺誰でも水辺作れるわけじゃ実はなくてさっき星野先生からもあの話ありましたけどやっぱ僕は国交省の皆さんが一緒に汗かいてくださったのはすごく大事なことかな,となんか川作りやってたら川の中だけやってたらいいんだっていうわけじゃないじゃないですか。 やっぱりその,町側のこともです、ね、気にかけながら、国交省の皆さん、やってきてくださったのかなということで、今日はあは上村課長に来ていただいてますけど、上村課長はあれですよね、係長の時にもおられたはいそうですね、えー、とちょうどあの新屋敷側に川幅を広げる地元説明をするときに係長として携わってましたうん、うん、ちょうど今、白川公園のところに、昔、中央公民館というところがあったんですけど、そこであの地元説明会なんかをさせてもらった経験があります。 なんかぜひそういういう個人となかなか聞けないんですけどその個人の国交省の職員さんとしてもこの緑の区間で自分がやってきたことみたいなこともちろんあの国としてやっておられることもあると思うんですけどそういうな個人の思いも合わせてちょっとと教えていいいただければと思いますはいえー、と私はあの国土交通省ですので、まあ、川を管理するものを仰せ使っているということで。 今はですね河川環境課長という立場なのでまあ今日の話題の,その河,川あ河川の管理の目的にその防災ですね安全安心の問題とあと利水と環境というのがあってその環境のところを中心にやってて、まあ、環境というとこの自然環境とあと今話題の今日の話題の人との関わりにおける生活環境ですねもう環境でこれをまあ積極的に 維持・形成していくというのがその目的に、河川管理の目的になっておりますので、それを皆様を、まあ、どちらかというと支援していくというような、皆様の活動を支援していくというような立場で関わらせてもらっているというところです、す先ほどの,その都市地域再生と利用区域、まあ、私どもはの河川空間のオープン化というふうに呼んでますけれども、もともとですね、川自体がまあ地域の 資源っていうかですね。あの資産だと思いますので、それを地域の方があのうまく知恵を出し合って、えっ、ー、とまあ、あの合意。そ,それであの地域の合意も取った上で、上手に使っていただくというものをあの支援するというのが私どもの立場だと思っています。あと、あの先ほど3つ言われてましたけど、ハードのところも私どもあの星野先生と一緒に。 いろいろ工夫しながらですね、デザインの部分も一緒に汗かいておりますけれども、仕組み,仕組みという意味合いでは、やはりどちらかというと、地域の方にこうにお手伝いしてもらっているところがあるのかなというふうに思います。ちょっとあの直接、今ちょっと離れてますけれども、どちらかというと、環境のことについても、私どもも一生懸命あの地域にまあ 地域の場所ですよ。っていうのをアナウンスして、それを支援していくっていうスタンスでおります。ありがとうございます。あの僕一応まちづくりとかをやっててですね。最近よく話をするのがあのマザーテレサさんの愛の反対は何ですか？って、愛の反対に何かお分かりですか？あ、いいですか？ 言う、はい、ですかああ,あそういうボケ,ボケもいいですね。愛 <laughs> の,の反対は憎しみとかって言ってしまいがちなんですけど実はその松田哲太さんは愛の反対は無関心だよっていうことであの僕たちもまちづくりとかやってるといやあんたたち勝手に何言ってんのとかってよく怒られるんですよね。であのでもそうやって文句を言ってくれるっていうのは実はすごい期待されてることの裏返しなんじゃないかなというふうに思っててですね なんかそういうことを国交省さんの皆さんは結構頑張ってやってくださってるというか、こういうことを事業をやりますよって言ったら、当然賛成も反対もあってしかるべきだと思うんですよね、その人たちとやっぱり一緒にやっていく、無関心がやっぱり一番良くないんじゃないかなというふうに思っていて、さっきあの苦労話を聞きながらちょっと思ったので、それをちょっと言わせていただきました。でですねえっと こういう今日は5名、なかなかですねパネルディスカッションで5名ってしんどいんですよね、あのしかも僕、喋るある司会者なので、あの結構辛いんですが、でもまあ、今、聞いていただいただけでも、ですねすごくこう幅広い、だ熊本らしい取り組みなんじゃないかなと、すごいその南さんがですねシード、種をまくっていう、今だから、いい時って言ったらちょっとあれかもしれませんけど、今、その種をまいたのが、発芽し掛けてるわけですよね。で 皆さんなんかお気づきだと思うんですけど種がが発芽するるためには水がいるんですよで水辺っていうのはそういう意味ではすごく、えー、といろんな可能性を秘めててですねちょっと僕の方からも話題提供したいと思うんですけど <coughs> よ今日はですね、あのー 熊本市でやってますんであんまり大きくはこう出ないんですけどあの僕はですね菊池市の菊池川であの川町づくりっていうのをやらせていただいていてあの熊本県はご存知のように北から菊池川、えー、と白川緑川球磨川って4本もですね一級河川が流れてますであの白川の、えー、とこの水辺リングであるとかあの白川用地っていうのは本当に都,都市的なすごいこう いい感じの都会的な感じのあれなんですけど僕たちがやってる菊池川っていうのはどっちかっていうとこう素朴なあの田園風景の中のこう川町づくりなんですけどこう市長もですね一緒にこうイベントに参加してくださるような形でですねで何が僕大事かと思うとこう持続可能かっていうのが大事かすごく思うんですよね。で 事業ももちろん継承者というのは大事だと思うんですけど単にジェイソンさんが言ったみたいに子どもたちの遊び場として継承されていくのかみたいなことをですね常に考えていてこれはキーズ探検隊っていうずっとあの菊池の人たちが自分たちでやってきたイベントを復活できたよっていう話なんですが今までは水辺ってこう与えられるものとかそういうふうなイメージだったのが自分たちで作っていってもいいんだよというようなことを考えたりとかですね あと菊池ですごくあの幸いだったのは菊池高校っていう、まあ、この僕たちがやってる狭間のすぐ隣がですね高校なんですけどもあの高校生たちがですね自分,だ自分ごととしてこういう川町に関わってくれるようになったあのこれが今高校では今探究とかそういう事業いろいろやってるんですけども探究の素材に水辺作りとか 水辺でどうやったらこう楽しく過ごせるかみたいなことがあの関わるようになった当然防災とかも学ばなきゃいけないんですけどそういったこともですね熊,があ熊本の水辺ではいくつもあ,のあってます。でこういうふうにですねすいません話題的はこの辺にしてあの水辺のにぎわいづくり、まあ、にぎわいだけじゃなくて僕防災とかも考えていかなきゃいけないとは思ってるんですけどあのそういう中でですねこれからえっと水辺はどうあるべきかとかどのように 活用していけるのかっていうようなことについてです、ね、今度は逆回りみたいな形で話題提供していただこうと思うんですが、えっと、じゃあ、上村さんかからいいいですかねはいえー、と私からはです、ねえーと、先ほど出ましたあの各地の都市地域再生と利用区域の指定の事例を、あの今後の,あのきっかけとして紹介させていただきたいと思います。 えーと、これがですね、えー、ちょうど広島の大田川水系あの原爆ドームが見えるところで、えーとコンサートとして使っている例でございます。次お願いします。えーとこれはですね、ここも同じくあのその近くなんですけれども、このオープンカフェとして使っている場所で、オープンカフェはですね、あの結構全国にいろいろありまして、九州ではあの 中川ですね福岡市の中川でも同じような事例がございます次お願いしますえっ、ー、とこれは遊覧船の発着場で吉野川の例になっています、まあ、い,いろんな使い方があることの一つの例でございます次お願いしますこれは川床テラスといいましてあのなんて言うんですかね京都にこんなん結構ありますよねその事例ということです次お願いします これがですね信濃川の安らぎテと呼ばれているやつなんですけれども、まあ、キャンプサイトあの大手のアウトドアメーカーさんも入ってキャンプサイトとして使われてるいる事例でございます。次お願いします。これが九州の事例でしてと五箇瀬川水系のお瀬川なんですけれども、あのアユが有名でお茶会の季節にこうアユやなが 仕掛けられるポイントがございますそれの今建物が映っているところであのアユを焼いたものを提供するようなその建物の部分とその手前の方の洪水式のところではあのバーベキューができるようなあのサイトで、えー、オープン化がなされているという事例でございます。次お願いしますす、えー、これがですね今年あの ダムの事例でして、龍門ダムのこのエントラス広場というところも特区というかオープン化の指定を昨年の8月に受けたところでございます。えっと、これは、まあ、田中先生からありましたけど、まあまああの、オープン化に何が大事かと言いますと、やはり地域の合意が大事だというところがポイントだというところだけお伝えして、私からは。あの こういった事例がありますよってことのご紹介でございます。よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。ジェイソンさんもね一辺来てもらいましたけど、ジェイソンさんから見て菊池のこういうのはどうですか。とまああのまあ川に入りたいっていう気持ちがあるんでそういう川に入ってるまあ入れるところとかがあるのはまあ。 すすごくいいいなって思いますその、えーまあ、さっきの写真みたいな感じだとあとは「とあのイデベンチャー」とかも菊池でしたけどそれもすごくあのなんていうビデオとかあの動画で見たらすごく楽しい面白いなって思っててそういう使い方が普通に考えられない使い方だったけどあの、まあ、話題性があってすごく楽しそうな体験なのでいつ,いつかやってみたいなと思ってます。 はいいどううもありがとうございますあの本当、今、上村課長から言っていただきましたし、ジェイソンさんからも、イレベンチャーっていう話がありましたけど、イレベンチャーは、いでなので、っ、えー、とがえ施設なんですけど、あの熊本では世界灌漑施設遺産もですね、各流域に1個ずつあってですね、そういう意味では、やっぱりいでって、熊本ではあのすごいポピュラーですけど、 いろんな水辺の資源をま生かしていくっていう中でですね、本当にあの僕はあのたまたま恩師が広島のあのまさにこの外國館をやっているあの人だったので、あの今までこうじゃなきゃみたいなですね思ってた水辺の利用は今どんどん広がっていて、でそういうのを水辺リングとかでですねいろいろ努力をしていただいて、でそういうこうトークみたいな制度もできてきたんだっていうことで,ですね。今いろんな価値観がすごい変わりつつありますし、またコロナで いろいろ皆さんもあの不便をかけていると思いますけど、そういったこともですね、合わせて価値を変えていくことが今できますよっていう、あのご説明だったかなというふうに思います。それでは、えっと、次はあの保証局長の方からですね。えっと、中央区の区長として、お考えの。えっと、今後の展開について教えていただきたいと思います。はい。 水辺の活用につきまして、中国のまちづくりの観点から少しお話をさせていただければと思います。まず,はまずもって、中国のまちづくりの考え方なんですけれども、中国では市民共同でまちづくりを進めます指針としまして、区のまちづくりビジョンを策定しております。 この中で、新たな出会いと未来創造の街、つながる中国というものを目指す区の姿として定めております。でこの趣旨は、誰もが自分の持てる力を発揮し、身近な自然や歴史、文化を学び、この街ならではの魅力を未来に引き継いでいくということを表しております。こうした区の姿の実現に向けましては、地域の活力とにぎわい、あるいは安全安心といった地域の課題への対応が必要となってまいります。 そしてこうした地域の課題の解決には、地域の方たちの自らの創意工夫による自主自立のまちづくりを進めることが大変重要であると考えております。そこで、この緑の区間の取り組みを具体ちょっと見ていきますと、スライドを一つお願いいたします。 この緑の区間につきましては、先ほど来からお話が上がっております白川余一でございますけれども、白川バンクスさんをはじめとする地域の皆様、熊本大学などの学生さんによるボランティアなど、民間の方たちが主体的にこのイベント等に取り組まれ、活動に取り組まれておりまして、しっかりとした地域のコミュニティの形成につながっています。 また子どもたちが出店を出したりとか、子どもからお年寄りの方たちまで、多世代にわたってご来場をいただいているというような状況を見ますと、水辺という場所において、つながりを深めていらっしゃるなという印象を大変持っております。 でこれからますますこの緑の区間などの水辺の空間が地域をはじめ多くの人たちのつながりの場、出会いの場となっていくことで水辺空間の利活用に関するいろいろなアイディアが生まれさらなるにぎわいの創出や魅力の向上につながるものと考えております。 次のスライドをお願いします。で、えー、熊本市では、えー、あの熊本ならではの魅力ある。夜間景観の創出のために、光のマスタープランというものを策定をして、魅力的な景観づくりを目指しています。えー、この、えー、白川洋一でも昨年の7月の24日の開催に合わせてえー、あの？ 先ほど星野先生のご講演でもご紹介いただきました、ライトスケープキャラバンと銘打ちまして、会場周辺の河川敷を LED 投稿機でライトアップを行ったところでございます。また、この白川陽一や、この取り組みの認知度を高めるために、独自の広報も行い、来場された方、約50名の方に、このライトアップに関する満足度調査を行いましたところ、大変ご好評をいただいたところでもあります。 今後も引き続き、公民連携の下で、地域のまちづくり活動に合わせた白川緑の区間の夜間演出を実施、検討していきたいと考えています。 また、先ほど南さんの方からもお話がありました、中心市街地の話なんですけれども、先ほどお話がありましたように、白川緑の区間を含むこの中心市街地エリアでは、中心市街地活性化計画というものを策定をしておりまして、この計画に基づいて、さまざまな事業を展開しているところでございます。このの白川緑の区間につきましては 水辺というオープンな空間を活用し、新しい生活様式に対応したコンテンツを提供していくことで、回遊ルートが広がっていくということが大変期待できますし、これまでの中心市街地にはなかった新しい魅力を作り出すことができて、コロナによって大きな影響を受けている中心市街地を活性化させ、エリア外にもその効果を波及させていきたいというふうに考えておりますで続いいてあの次のスライドをお願いします。 えー、あのこれはです、ね、中,心市街中心市街地の中心部を流れる白河の堤防を活用しまして、移動時間の短縮や自転車利用の快適性を高めるために、熊本駅前の白河橋から上流の尾関橋までの区間におきまして、安全で快適な自転車歩行者専用道路、通称白河チャリンボ道というものを整備を進めております次のスライドをお願いいたします。 この白河の堤防が、単に水害に対する安全対策という紅用だけではなくて、交通安全でありますとか、環境対策、健康づくりにも効果ができるものと考えております。日頃、車で移動されている方も、ぜひこの白河チャリンポ道をご利用いただければというふうに忘れていいけなののが防災の視点であると思います。 最近では全国的に災害が多発しておりますこうした中で、現在、国におかれましても、緑の区間エリアの堤防かさ上げに関する整備計画を地,地域の方たちを交えて検討されているということでございまして、こうした取り組みを見ますと、この緑の区間、この水辺の空間が地域の防災,を防災力を高める地域活動にもつながっているというふうに考えております。以上ですはいいどううもありがとうございました 今すごく大事なお話としては緑の区間からどうやって伸ばしていくのかっていうかですねもちろん中央区だけではなくての他の南区であるとか西区とかそういったところも広がっていくのも大事ですし本当熊本全体でいろいろ伝えていくっていうことも大事かなというふうに思いまして今の星子さんの最後防災も大事だよということですねそれを緑の区間からどうやって広げていくのか。 でちょっと星野先生に伺いたいんですけどその星野先生はの緑の区間だけじゃなくて熊本駅もされてますしであの激徳いわゆるもうちょっと上流部のですねあの激徳のところもやっておられてそ,ういうこうそれがチャリンプック道でつながってるじゃないですかそんなことに関して星野先生はどうやってお何を考えておられるのかっていうのを教えてもらっていいですか。はい、<laughs> 何を、えっと、なんていうんかな まあ、特に都市とかあの、えっとまあ、僕が対象とする土木とか土木施設とか都市の施設っていうのは、まあ、結構規模は大きいんですよね緑の区間もあれ延長6 0 0ーあって両岸あって。 その整備としては規模が大きいあの熊本駅周辺も、うんとまあ、駅前とかだけじゃなくて一応64ヘクタールのエリアの中でどういう街を作っていくかとかっていうことを議論しているので,で、まあ、こうデザインとして関わらさせていただくものっていうのは、まあ、規模それ単体でもなんか大きいように見えるんですけど実際は。 緑の区間も、まあ、白川水ベリング74っていうのはあれ下流から上流まで74キロあるから74ってついてるんですけれども74キロ分のの600メーターほんのちょっとですよね。つまり熊本駅周辺だってそれだけ取ったら64ヘクタールだけれども、まあ、川の一部であるしあるいは町の一部であるし。 でですのでやはりそういうなんか大きなネットワークとか大きなシステムの一部を少しあの変えさせていただくちょっと良くするという意識は常に持つようにしています。ですのでで,ですからチャリンポ道とかそういうものが実現していくのはすごく嬉しいというかやはりあのそこが一つの起点になってネットワークが広がるということを ま実感できるのであのすごく嬉しいなと思って聞いています。はい。ありがとうございます。あの星野先生と僕一緒に大学で授業とかさせていただいてるんですけど、星野先生がよく言うのは少し広げて見てみましょうっていうようなことをですね。彼はよく言ってくれて、どうしてもこう集中してるとそこだけになってしまうんですよね。それをちょっと広げて見てみようっていうことで、すごい新しい気づきがあったりとか。 区長も多分区長なのでもちろん区のところには責任を持っておられるんですけど熊本市全体が良くなったりとかですねそういうことを考えておられて今熊本市では SDGs 推進都市っていうのをやってますけれどもまあそういうことですよねサステナブルって自分だけがサステナブルになっても何の意味もなくて。 みんなで誰一人残らずサステナブルにならないと、本質的にはサステナブルにならないというふうに思いますので、こういうチャリンポ道とかの整備も、実は水辺の整備なんだよということをなんか覚えておいていただけるといいかなというふうに思いました。はい、じゃあ、そういうふうにですね、えー、とこう仕組みをいろいろこう携わっていただいて、いよいよこれを動かしていくときに、これまでのまあ歴史なんかも踏まえてです、ね、街としてどういうふうにこう、 動かしていくのか、またその当事者になっていくのかっていうようなところをです、ね、南さんから教えてもらおうと思いますはい、えー、いろいろ、ね、本当、えー、熊本市内だけじゃなく、えー、一級河川が4本走っている熊本県というふうに考えていますとね、やっぱり文化も違えば、住んでる人も違うと思うんですよ。やっぱり自分たちでその顔を媒体としてどういうい やり方で町の活性化もしくは経済的な効果を生み出されるかというのはそれぞれの地域の人が考えるべきだと思っているんですけど一1つだけ、ジェイソン言わなかったんで、僕は言わせていただきますけど、白河祐一白河バンクスがやっている事業というのは、補助金ゼロですからね、これ、あくまでも自分たちがお金をあの業者からちゃんとあの何集めて、自分たちで運営資金を作って、 支出、収入、全部含めて、決算書も協議会に提出していただいてます。ここがね、一番大切なことなんですよ。先ほどのちょっとお話ししました、町づくり三法の改正法で、補助金付きの町の活性化っていうのは山のようにあったんですよ。ただ、この補助金というのはですね、終わった瞬間にまさに輸血が切れたみたいにして、すべてまた地盤沈下していくんですよ。やっぱり自分たちで自分分たたちちでの マネジメントを強力に作ってでそこで自分たちが地域を経営していくという方法ではないとダメなんです。で、なんでじゃあ熊本城とマネジメントっていう会社をその作ったかっていう大きな理由は実は不動産価値を落とさないためまた先祖から受け継いだ土地建物をどうやって次の世代にバトンタッチするかということで作ってるんです。ここれれ設立したんですつまりこれが 今の中心市地に抜けてスポイルされると不動産の価値もなくなったら誰だって街で生活とかなりわいできないわけですから次の世代が受け継ぐはずもないわけですねよく世の中じゃ後継者不足だとか何とかって言われますけど基本的にはやっぱりその価値観をちゃんと次の世代にバトンタッチできるかどうかなんですよ実はこの白川洋一もしくは緑の区間も含めてですけど 白川沿岸で住んでる人たちが、どのくらいここに住みたいと思うかの問題なんですよ。ここを勘違いしますと、非常にただ自分たちのマスターベーションみたいなことで終わってしまう可能性だってあるんです。一番住民の人たちが何をやってもらいたいか、らそれに答えを出してあげる。その次にあるのは、またそういう関連の人たちが仲間にその話したときに、そういう人たちがそこに住みたくなること。これが大切なんです。 幸いなことに今中心市街地右岸、えー、の方ですけど人口増えてます昭和40年代から50年にかけてはですね中心市街地の立派なあの商売やってた方々はみんな郊外にお家を建てられたんですね私も実はその中の一人なんですけどもでそういうやっぱ郊外に建てた時代とそれからまた逆に中心市街地に人が集まって集積してる。 これはやっぱりこの町をどう今後コントロールしていくかによって税収も上がりますし経済的効果も上がりますしましてやそういう人たちと一緒に協議しながら白河沿岸をどうやっぱり作っていくかっていうのは自分たちのこれからの想像だと思うんですねで先ほどあの田中先生が「磁力」っていうね「自ら助ける」っていうねどう進化していくかっていうけど結局ちょうど緑の区間の真向かい道向こうにあるのは白河小学校なんです。 この小学校の子どもたちが、そこで活動すること、いろんなことを経験すること、なおかつこの白河幼稚園の中には、その小学生が経営するお店が5店舗ぐらいあります、それは小学生が自分で仕入れて、販売も直接やって対面で、それで最終的には収支を合わせて、儲かったというような、そういう店舗が5店舗も入っているということを、皆さん、よく覚えていただきたいんです。 で小学生の時代に経験したこと、それは大人になるようにつながります。確かに非日常、日常のやっぱ違いというのはありますで。なおかつこれも防災につながるように、えー、平穏的な白河の流れ、それから災害時のちょっと暴れる白河、いろんなものをやっぱ自分の目線で、感覚で抑えてこそ、次の町の活性化の中につながってバトンタッチできるだと思ってるんですね。 実際ですね、左岸でこれだけ、えー、緑の区間で白河陽一なんて花火上げてますと、右岸の方が相当惹かれるんですね、対岸の火事じゃないんですよ、これは自分たちもなんかできないのかと、右岸側の水道町エリア、それからまあそこは上東航区、区内があるんです、それと赤大航区もあります、その方々からぜひ自分たちもなんかやりたいというリクエストが出てきました。 これは対岸のやっぱりにぎわいを見てたら、自分たちもなんかできるんではないかという考え方になったんですね。で、これをつないでいただく国交省の皆さん、もしくは熊本市の担当の方々とですね、一緒に公民連携という形で、川を媒体とした地域経済、地域の活性化にこれをつなげていくことができれば、間違いなくこの中心市街地はまだまだ伸びしろはあるなと思っております。 もう今からです、ね、建物行政におけるです、ねえー、再開発というようなもんじゃなくて、今ある素材をどう磨いて、付加価値をもっと作っていくかということが、今から僕らに与えられた大きな使命だろうと思ってますんで、これは地域経営という観点の中からです、ね、また白河バンクスのジェイソンなんかと一緒にです、ね、事業化していこうというふうに考えてますす以上ですありがとうございます。<laughs> あの南さんの話を聞いてるとすごく何て言うんですか、ね、こう難しい話のように聞こえるんですけど、まあ、エリアマネジメントとかですねでもなんかすごく実感がこもってるというか昨日僕たまたま大学で、えー、とソーシャルイノベーションについて話してたんですけどおよそそのカタカナとですねその公民連携とかっていう南さんがおっしゃることすごくこうつながってるな。なんかあの 熊本の町中っていうのは、例えばこの桜町出たら、えーと、花畑広場っていうのができましたけども、そういう町中でお城もあり、えーと、商店街もあり、水辺もありって、すごくこう近い近しいっていうか、ですねちょうどいい大きさだっていうことは、すごく価値だと思うんですよね。それを皆さんがこう引き継いでいくこう、一人一人が後継者なんだっていうふうに思ってもらえば、あの必然的につながっていくのかな。あの白ヶ与一のの子ども社長の取り組みは本当に 自分たちで、えー、と考えて自分たちで失敗もするかもしれませんけどそれをさせてくれる大人がいることがやっぱすごく素晴らしいなというふうに思っていてですねあのそういうふうなまさにサステナブルですけど誰かが頑張るんじゃなくてみんなで頑張るみんなで作っていくっていう水辺があの熊本にあることはすごく幸せなことかなというふうに思いましたで、まあ、そのリーダーたるですね、えー、とジェイソンさんに最後ちょっとお話しい,たいただこうかなと思います。 はいえっと、さっきあの、南さんが言っていただいたあの、えー、白川バンクんは補助金を使わないようにしてるんですけどそれはなぜかというと地域のニーズを大事にしないといけないなって思ってますそのニーズを把握してからあの、まあ、動いてそれから、えー、ニーズを、えー、なんていう測りながら、えーしてまあ、例えば、余裕一応やって。 アンケートを取ったりいろんな人と話したりしてこういうふうにちょっと変えた方がよりニーズに合うようなイベントにしていくような感じになってるんですけどニーズを聞かないと1回で終わってしまうとか補助金をもらって1回まあ楽しいことはできると思うんですけどニーズに合わないと継続ができないとかなのでそのニーズに合うような事業とか すす、えー、するのはすごく大事なと思っています、まあ、夜市とかあの最初やってみた時は深夜敷とかその九本寺近くにあるあの町は深夜敷と九本寺になるんですけどすごく人がたくさん住んでるんですけどあまりバーとか飲めるところとかレストランとかあの意外とまあ少なくて夜であで遊べるところが あんまりないんで余市をやってみたらあの結構人が来てくれてあ,あこういうニーズがあったんだって分かってそして次は久ン寺にも住んでるんでそういうちょっと近くにスーパーとかコーヒー屋さんとかあのパン屋さんもあんまりないのでまあ次は例えば朝市をちょっとやってみてそれでなんかそういう日常生活に必要なもの調達できるようなまあ朝市やったら。 あのまあ、ニーズに合うんじゃないかなって思います。それもちょっとまあやってみて実際もう全然 <laughs> 人手が来なかったらまあやめないといけないんですけど、まあそういうちょっといろいろ挑戦していきたいなって思ってます。そこれをやることでまあよう例えばよ一をやることであのまあそのコミュニティも強くなるのはまあ一つのいいところだなって思います。まそういう近くに住んでいる人たちはなかなかあのまあ合うまあ通う 場所があんまりないんですけどまあ友一は月1回やって、まあ、近くに住んでる人たちは久しぶりに会って一緒に食べたり飲んだりして話したりしてそれでコミュニティがまが強くまあなっていくっていう感じ。 であとその、まあ、スタッフとかも余市に参加してくれてる、まあ、手伝ってくれてるあのスタッフとかボランティアたちはいっぱいいるんですけどそういう人たちも友達になって、まあ、コミュニティがよ,より強く、えー、なっていきますそしてその、まあ、コミュニティも強くなっていくとあの、まあ、災害とかある時は熊本、まあ、地震とかそういう時はあのその後避難所とかいろんな問題があったらしいんですけど、まあ、コミュニティーを余市、まあ、とか他の、えー、まあ 緑の区間を中心に、えー、いろんなイベントとか、えーまあ、事業とか楽しいことをやることでコミュニティがくな強くなっていって,、まあ、なんていう災害の時とかも、まあ、よりスムーズに、えー、みんな一緒になって、まあ、乗り越えることができるんじゃないかなと思います。 ありがとうございます。ジェスさんあれじゃないですか。仲間募集しないと。あ、そうですね。はい。あのなんていうまあ用意でやるのは結構大変ですけど、すごく楽しくてあのしてそのまあボランティアもまあ仲間とかあの常に募集してますので、あの白川バンクスとかフェイスブックとかであのまあ一時間でも一ヶ月でも <laughs> あの用、えー、でボランティアとか手伝いたい人はあのいるんであればぜひあの。 えなんていうメメーールとかメッセージをくださいあと草刈りもえ月に1回やってて草刈りとかまあゴミ拾いとかしてるんでそれも結構まあ夏は暑いんですけどえ結構やりがい,がいがあって終わったらあの水辺はすごくきれいになっててそしてその散歩をしてる人たちもあの時々お茶をくれたりあのきれいになったねとか言ってくれるんですごく何ていうまあ楽しいです。 ありがとうございます、あのま、ー、ちづくりでコミュニティ大事ってよく言われるんですけどコミュニティってそんな簡単にできないんですよねで強くなればなるほど結構排他的になるのでなんか入りにくいじゃないですかもうすでになんかできてるところにでもジェイソンさんたちがいいのはこういつでもウェルカムというかいろんなこう新しい魅力を出してやってて楽しいだってなんかつらそうなところに行きたくないじゃないですか でもなんかやってる人が楽しそうだとあなんか私もやってみようかなと思うのでそのコミュニティをやっぱり閉じつつ強くしつつ開いていくこともやっぱすごく大事でそういう,こうなんか閉じつつ開くっていうのをで,す、ね、できれば楽しくあの持続可能にやっていくっていうのが大事かなというふうに思ってです、ね、だからまあ南さんとジェイソンさんのんこう一体となったというかあのどっちかというとこうビジネスってやっぱり価値を交換するのがビジネスだっていうふうに僕は習ったんですけど 価値を生み出す人と価値を交換する人が上手にこう組み合わさっているっていうのがあの白川裕一の魅力かなというふうに思いましたで今日基、ま、調、あ、講演していただいた星野,さんからであ星野先生からですねいろんな人の意見を聞いてみたいっていうことでまあまあ聞けたんじゃないかなというふうにあの思いますたった20しかしてませんけどそれぞれ皆さん言葉を選んでくださってですねギュッてこう詰まってたので、まあ、あの総括というかあの星野先生から感想を 聞かせていたただきいいと思います、はい、いや本当にあの皆さんあ,のありがとうございますという感じで何て言うかな、まあ、一つその河川整備という流れの中でどんなことを考えてたのかっていうお話はさせていただいたんですけれども本当にこう、まあ、南さんがやられていることとか熊本市で取り組んでいることとか。 あるい,はの分かんない子どもの時からの思い出とかも含めてこういろんな流れとか思いがこう重なり合う場やあの活動が余一であるとか緑の区間であったんだなということをすごく実感させてもらえてあのはいすごく勉強になったしあ,のあ,のある公共の場を生み,出す生み出すというか公共の場をまあ あの生み出す方からの視点でいうとやっぱりそういういろんなものが重なり合う場があの端緒を作れたというのはすごくあの嬉しいことだなというふうに思ってあの聞いていました。であの少しこれからみたいなこれからチャレンジしたいことみたいなことも少し最後少し言わせていただけたらいいなと思うんですけれども。 あのそういう広がりとかつながりの大事さっていうのがあってでそれは単純に水もそうですよね水循環って言葉がありますけれども水って消えてなくならなくて蒸発した水は必ず雨になって落ちてきますでそういう水のつながりっていうのがすごく大事なんですけれどもあの例えば熊本も、まあ、江津湖ってすごく魅力的な水辺があります。で白川 なんていうのはまあそれに負けないぐらいになってきたかなと思いますけれどもでも江津湖の水もあれそもそもは白川の水ですよね阿蘇に降った雨が白川で出てきて大津辺りでそれこそ井出で田んぼに入って浸透して地下から江津湖に出てくるというのがまあ大きな流れなんですけどもさらに加瀬川で有明海行って雨になってみたいな。 やっぱり、まあ、水サミットでもありますし特に地下水の恵みを受けている私たちはなんかそういう流れつながりをもっとこう実感体感できるようなデザインというか取り組みというかなんかそういうのができていくと白川も江津湖も菊池も阿蘇もまたいろんな,なんかこう広がりというか。 目が生まれてくるのかなと思って、まあちょっとそういうところにもチャレンジできたらいいなというふうに思っています。以上です。はいどうもありがとうございます。あの星野先生とはなんか名誉というかあのずっと一緒にやらせていただいてて、あの本当に大学って恵まれてるんですよね。すごいこう志を持った学生さんたちが熊本の未来を作ろうと思って、まあ、熊本大学でこう学んでいただいててですね。で。 まあその子たちがもともとは高校生、中学生、小学生と、であの今日の話を聞いてて、ですね熊本では1月の最終週に、熊本エデュケーションウィークっていうあのイベントをやっていました。あのの実はでですねここでもその エコシステムっていうのがですね教育のエコシステムというのをあのテーマにしていたんですけどまさに循環今星野先生が言っていただいた水循環するっていうことがですねやっぱサステナブルの,あの象徴かなというふうに思っていてそれはやっぱり人中心主義もちろん生態系も大事なんですけど結局はやっぱ人なのかなあの負荷をかけてるのも人ですし今日のにぎわいの中心なのも人なのですごいやっぱり人を大事にするっていうことをあの意識的にやっていくっていうことが まあにぎわいもそうですし、まあ、このコロナ禍でですねつながりっていうのはすごく大事なんですけれどもつながり続けるっていうのは永遠じゃないのでやっぱり変化も求められると思いますでそういうことをですね、えー、とみんなで一緒にやっていくもちろんあの僕はあのユース水フォーラム熊本って活動やっててですね今高校生たちと一緒にあの水熊本の水文化を っていう話を世界に発信するってやってるんですけど、あの南さん言ってくださったみたいに、文化っていうのは、実は狭い範囲の方が色濃く出るんですよね、どんどん薄まっていく、でも、その薄まっていくと同時に、広がりは獲得してるのであの、星野先生のスライドにもあったかな、進化っていう深、深掘りすることと広がっていくっていうのは、実は両方大事なんですよね。ででもどっっちちかになりがちで薄ままてしまう ののとと深まままっっってててししううう狭くなってしまうっていうのですねだ僕たちはその次の世代に向かって深掘りもしなきゃいけないし広げていくこともしなきゃいけないでその時に自分一人でやれることは限られているのでみんなでやっていきましょうねということだというふうに思います。で今日はつたないあの司会でしたけれども第4回アジア太平洋水サミットの関連イベントとして水辺を生かしたにぎわいづくりのシンポジウムだと。 なんかね、ぶつ切りじゃダメなんですよね全部一通りやるっていうのが大事でそれを今日はあの登壇者ですね5名の方と同志会で一緒にやらせていただきましたけどもコロナ禍にもかかわらずですねこうやって来てくださった皆さんが本当にありがたいというふうに思いますのでここで終わらせたらもったいないからですね是非帰ってかあの家族でしゃべるとか 今日はネットを介してあの YouTube でも見ていただいた方たくさんおられますのであなたの近くの水辺ではどんなことができるかなということを考えていただければというふうに思いますそれでは最後を登壇いただいた皆さんとあと会場に来てくださった皆さんあの皆さんに拍手を持って終わりたいと思いますどうもありがとうございました田中先生パネラーの皆様ありがとうございました第二部パネラーディスカッションを終了させていただきます 今一度ご登壇いただいた皆様に、静電の拍手をお願いいたします。以上をもちまして、第4回アジア太平洋水サミット関連イベント、水辺を生かしたにぎわいづくりシンポジウム in 熊本のすべてのプログラムを終了いたします。本日はごご参加いいたただきありがとうございました お忘れ物のごございいませんよう今一度ご確認くださいなお受付時に配布しましたアンケートにつきましては受付にて回収させていただきますのでご協力のほどよろしくお願いいたしますユーチューブにてご視聴いただいている方は概要欄にアンケートのリンクがありますのでそちらからご回答をお願いいたします